こんにちは、速稼塾の久保です。まあ現実から逃げるとかなんとかっていうあれですよね。いやー、この方ね、よくいるんですよ。自分の人生をもうドラマチックに美化しすぎですよね。なんか自分だけが特別にね、引きこもっていて、なんか社会のお荷物で役に立っていなくてとか、まあ、考えて自分が何かのストーリーの主人公になった気でいるんですけども、まあこういう人が大半なんですよ。だからね、はっきり言ってこう答えるのもちょっとね、バカバカしいなという気がします。私はこういうのに、そういう意味で言うと、まあ答えろと言われたから、吉谷さんに言われたからこうやって動画作りますけども、本人に言われたらこれはね、考えすぎじゃないですかと、そんなん ありきたりですよと、最も多いですよそういう人がみたいなことで、取るに足りない例だというふうにまずはね、お話ししますね。とは言ってもね、一人の人がやっぱりその人なりに、心を込めてね、すがってくるわけなんで、まあ、いくつかの例を、まあ、お話しして、それによってどう考えるかっていうことを、まあ、プレゼントとしてね、お返ししようかなと思います。だから特にね、別に怒るところはないんですよ、それも私がこれから話すことを聞いたら、まあ、分かっていただけるんじゃないかなと思います。まずね、怖いところから逃げてばっかりだっていうふうに自己嫌悪になってますけども、怖いものからは逃げるでしょね、たった一部の人ですよ。怖いものに立ち向かっていけるような、そういうふうな大和魂持った人はね、捨て身でやっていけるような人は、そういう人は超少数派で奇特なんです。私たちは普通の人なんで、怖いものから逃げます。じゃあ例えばね、収入がなくなることが怖いから、だからバイトに行く、ね、これ怖さから逃げてるんですよ。逃げてるからこそ嫌なバイトに面接に行って今日も働きに行くと、5分前集合で嫌な仕事をやるんですよ。でノルマを達成しないと怒られたり、給料が出なかったり、自信がなくなったりするから、それが怖いからノルマに向かっていくんですよね。誰のノルマか分かんないけども、自分では達成したいと思わないけども、しょうがなく達成に向かうんですよ。怖いからですよね。奥さんや彼女に振られるのが怖いから、だから告白しなかったり、そもそも女性にね、一緒にいるような時間を持たなかったり、自分は持てなくてもいいっていう風にもう鷹をくくったりとかするんですよ。怖いからですよね。他にも怖いからやらないこと山ほどあるんじゃないですか。怖いから、納税しなかったら国税が来て追い込められて怖いから税金払うとか、あとはね、信頼関係壊しちゃまずいから、やばいから思ったことが言えないとか、まあ結局みんなね、ビビってるんですよ。ビビってるからこそ人前でネクタイ締めてみたりとかね、身だしなみ整えてみたりとか、 TPOS だとか言ってますけども、いやそもそも誰のことも怖くないんだったら自由に振る舞えばいいんですよ。でも人は社会から切り離されて孤独になると、その孤独も怖いんですよね。誰かと関わっていると疲れるくせに一人になるのも嫌と。これを昔ね、こういう歌で歌った人がいました。一人に怯え二人に疲れって言うんですよね。一人だとなんか怖いな、二人だとなんか疲れるな、結局なんなんやと、お前の心の捉え方は。嫌なことを見つけるのはすごく上手なんですよね。で、引きこもりですね。これ引きこもりっていうのは、昭和40年代生まれの私がその当時幼い頃に部屋に引きこもって外にも出ない、ね、子供は風の子だ、外に行って遊びなさいっていう風な洗脳教育を受けてきたから、引きこもりは良くないことなんじゃないかなと思いますけども、今やね、引きこもりも400万人もいるんですよ。いわゆる引きこもりっていうのは、まあ多数派とは言わないですけどもね、もうすでにまあマイノリティではないんですよ。少数派ではないんですよ。ありきたりなんですよ、引きこもりは。むしろ引きこもって何か成果物を作るっていう人もいますよ、社会を動かす人も。私はサイトを1万サイト以上作りましたけども、こんなん引きこもってないとできないですからね。誰かと会っていたり、外食していたり、なんかどっか仕事行っていたり、友達と遊んでいたり、彼女がいたら、これできませんよ、引きこもらないと。私はパンを20個買ってきて、1時間に1個食べるような形で20個のパンをね、食べて20時間ずっとサイト作りしてましたよ。超引きこもりじゃないですか。電話にも出ないし、トイレにも行かないし、風呂にも行かない、もちろん寝ないね。引きこもりで病的でしょ。でもそれをすることによって、私の作ったサイトは多くの社会の利益を引き込んでくれたんですよ。まさに引きこもりでしょ、これは。引きこもるから利益を引き込んでくれる、人との縁を引き込んでくれる。人数サイトで1万個作るような人は誰だろうっていうふうに人数からも連絡が来る。
ね、引き込むんですよ。別に引き込もうと思って引き込んだわけじゃないですよ。どちらかというと連絡が来てめんどくさいなと思いましたよ。返信をしないこともあります。そういうような形で引きこもりっていうのが別に悪いことでも恥ずかしいことでも何でもないと。今は引きこもりという人もいるし引きこもらない人もいる。そもそも引きこもりっていうのはどこで定義があるのかってことですよ。30分引きこもったらそれは引きこもりなんでしょうか。10年間だったら引きこもりなんでしょうか。何日から引きこもりなんでしょうか。何時間から引きこもりなんでしょうか。結局自分の曖昧な判断基準で自分は引きこもりだというふうなレッテル貼りを自分にして、そして社会と独立した自分は特別な存在なんだというふうにね思いたいだけなんですよ。だから引きこもることぐらいは誰にでもありますし、それこそね寝てる間はみんな引きこもりですよ。1日5時間6時間8時間みんな引きこもって家から出てこないでしょ、ね、そう考えたら1日中家にいることとか全然外出しないことどうなんですかね。私は好んで外出しない環境を手にしました。それまでは24時間365日人と会って会って話して話して、そしてそこから富をもぎ取ってきました。でも一定の利益をつかんで投資の利回りが出るようになったら、なるべく人と会わないようになるべく社会から離れて、これを目指していきましたけども、それは何でかというと自分の時間を24時間中24時間手にするためですよ。一歩外に出たらもうね自分の時間ではなくなるんですよ。誰かに合わせなくてはならない。道路の使い方は道路交通法に合わせなくてはならないね。どっかのお店に入ればお店に迷惑をかけないように大声も出さないしね、とんでもないこともできないし、トイレはトイレでしないといけないと、まあ、当たり前ですけどね。そういうふうな常識によって拘束されて、もうすでにね久保哲郎という人間は生きてるんじゃなくて常識の中で生きる久保哲郎という枠にはまるわけですよ。ですんでなるべく自分らしく生きていようと思ったら誰にも触れずにね、どこからも干渉されずに、それこそ今日雨なのか晴れなのか夜なのか昼なのか分からないような環境で自分の内側に問いかけていく、自分との対話をする、これが自分と生きるってことじゃないかなと思いますよね。ですんで引きこもりっていうのはねまさにねいけないことのようなイメージがありましたけども、それは昭和の時代です。平成から今令和の時代になって、インドアでね閉ざされた空間で社会とつながることはいくらでもできるんですよ。だからもしかしたら家から一歩も出ずに誰よりも多くの人と関わり、誰よりも多くの富を生み出している人いるかもしれません。むしろねどっかに勤めている人ほど引きこもりです。勤務する引きこもり、要するに特定の会社の付き合いしかわからない、特定の業界しかわからない、特定の狭い世界でしか自分の評価ができない、引きこもってますよね。会社と自宅の往復、超引きこもりじゃないですかね。引きこもっている、勤務する引きこもり、実はこっちの方が問題じゃないかなと思うんですよ。好きでもない仕事に毎日律儀に通って自分の可能性を閉じて、自分の人脈を閉ざして、それこそ家族親兄弟と関係をどんどん薄めて遠ざけて、よくわからない職場の関係ってものを一番大事にする、しかもその職場が大好きってわけでもないし莫大儲かるわけでもない、むしろ自分の人生をどんどんね無駄にしている、スポイルしている、そういう状態に怖いからずっとすがりついてるわけですけども、ここまでねお話してきてね言いますけども、結局人間大差ないですよ。どんな生き方をしてきてもね、そんなドラマチックに構えなくても大丈夫です。皆さん一人一人がね素晴らしい人生を生きてるんですよ。誰にも真似できない人生です。10億人いたら10億通りの成功例があるんですよ。それは他者に評価されることじゃなくて自分が生きてきた、ただそれだけです。誰かの役に立ったからすごいとかね、誰か生産性が高いから素晴らしいとか、そんなね人工的な価値観はいらないんですよ。自分がいろいろ感じながら生きている、そして100年も経たずにみんな死ぬ、それ以外何もないです。あとは考えすぎです。その考える脳があるなら、まあ考えない脳もあると思います。自由に楽にすればいいんじゃないですか。そしてね、私から見ると全員が逃げてると言えます、ね、自分の夢から逃げ、過去を使って現在から逃げ、未来を言い訳に今から逃げ、ね、将来はこんなことしたいから今はこれをやってるのもしょうがないんだ、何なんですかね、逃げてるじゃないですか。過去にこんなことがあったから今なかなか勇気が出ないんです。過去を言い訳にして逃げてるじゃないですか。大差ないんですよみんな、ね、で気がついたら落ち着くところに落ち着いてるんですよね。まあそれが人生じゃないですか。この日本という国に住んで大差ないんですよ。
同じような言葉を使い、同じようなものを食べて、同じようなところに住んで、ね、1億2億3億と稼ぐようになっても、結局ほとんどの人と同じものを食べてね、同じような情報に触れて、同じような願望を持って、同じような失敗があって、あんまり変わんないですね。年を取れば白髪も出るし、若い頃は良かったって振り返るし、愛する人はどんどんね死んでいくし、大差ないですね、うん、だから自分の設定した未来に今が近づいてないのはなんか嫌な気持ちもしますけども、まあそれもねありきたりなんですよ。思った通りになる人生はほとんどなくって、それぞれ不条理とともにまあ生きていくんじゃないですか。理不尽と抱き合わせで、まあだからそんなに考えることもないし、親のすねかじりって言葉がありましたけども、上等ですよね。ほとんどの勤め人は会社のすねかじりですよ。自分の給料分働けてないのに給料がっぽり持ってくでしょ。要するに会社から搾取してるんですよ、従業員さん、社員さん、アルバイトさんっていうのはね。で、私は会社に勤めてませんけども、はっきり言って社会から搾取してますね。社会のすねかじりです。情報ビジネスなんて、世の中に溢れてる情報に自分なりの付加価値をつけて、そして再発信してるだけですよ、ね、世の中のすねかじりです。どっかに元情報がなければ乗っかることもできないんですよ。もちろん何の情報もなければ自分のオリジナル情報を作ればいいんですけども、自分のオリジナル情報にそれほどまでにね高い価値があるような気もしません。結局どこかの情報と相対関係とか付随関係にあるからこそ、私はね吉谷さんの情報発信っていうのは価値を帯びるんで、相対的関係なんですよね。社会の情報の相対的関係に成り立ってるわけなんですよ。そういう意味で言うと、私も社会のすねかじり、多くの人は会社のすねかじり、そして今回吉谷さんにメッセージを出した方は親のすねかじり、みんな似たようなもんなんですよ。だからね、自分だけが変なことをしてるとか、自分だけが取り残されてるってドラマチックに考えなくてもいいですよ、うん、そんなことを考えるよりも、どうやったら自分のことが好きになれるかなって、自分を好きになるようなね、自分の人生を肯定できるようなことを選んでやればいいんじゃないですかね。今のままだと自分の人生を否定したくなるようなことばかりを見つけて、そして結局否定してるから、さらに面白くなくなると。で、面白くないまままた一日を生きるから、さらに面白くなくなるってことですよね、まあ、せいぜいそんなもんだと思った方がいいです。どんなに思いもよらぬ人生であろうと、どんなに輝かしかろうが人生だろうと、みんな似たようなもんでね、100年も経ったらみんないなくなるんですよ、ね、どんなに落ち込んでいても、どんなに自分の人生がね、なんかドラマチックだと思えても、まあ大差なき、100年経ったらみんないなくなるということでございます、うん、まあ私はそういうふうに思いますしね。それからちょっと俯瞰してみると、みんな似たようなもんだというふうに思います。ですので、自分だけが特別落ちこぼれているとか、自分だけが特別優れているとか、うん、まあどんぐりなんじゃないですか。どちらにしても誰も気にしてないと。自分の人生を一番気にしているのは自分自身であるということですよね、はい、まあこういうふうに申し上げましたけども、私もこうやってね、いろいろ言った後、特に誰かの人生を気にしているわけではありません。なぜなら、今日この瞬間思ったことは次の瞬間に変わってる可能性があるんですよ、ね、まあ、そう考えたら、一つの問いかけにね、しっかりと時間を使って自分なりに物申させていただきましたけども、でもだからといって自分の人生が正解だったかどうだったか、それは分かりませんし、いちいちそんなこと考えてないですね。それは人生閉じるときに考えればいいんじゃないですか。ああよかったって思うのか、うわ後悔だと思うのか。でも仮に自分の人生が終わるときにどんな後悔がね押し寄せてこようとも、その次の瞬間死んでしまうなら、別に後悔してもいいんじゃないですかね、うん、やり残したって言ってからね、後悔したところで次の瞬間もう臨終のとこでチーンと死ぬわけでしょ。後悔してもね、よかったと満たされても、死の間際にそう思うだけであって、誰にも何も影響がないと。ましてやこの世の中に何かことを残すでもないしね。まあけど、一つ救いのあるようなことを言えれば、その何さんでしたっけね、吉谷さんに相談された方、少なくとも吉谷さんに影響を与え、私に影響を与え、私は吉谷さんではできない YouTube の再生回数、アクセスってものを多分呼んでると思うんですよ。これはあなたのものです、ね、仮に A さんと呼びますけども、 A さんのアクセスですよ。 A さんが持ちかけなければ
このアクセスは存在しなかった、私のこの動画も存在しなかった、私とその A さん、 A 吉谷さんとの関係も存在しなかったんですよ。だから世界の片隅をつなぎ始めているんじゃないですか。そしてこれはですね、多くの人がやろうと思ってできなかったことなんですよ、ね、いつも私は吉谷さんの動画を見るけれども、一度も質問を上げてない方、ね、一度もアウトプットしてない方いるんですよ。それに比べたら大きな進歩じゃないですか。次はどんな一歩を踏み出すのか私は楽しみに待ってます。吉谷さん、また後日談教えてください。では。